皆さんこんにちは。人文情報学科の柴田と申します。8月24日のオープンキャンパスでは 3D データを作ってみようと題しまして、人文情報学科生が毎日持ち歩いている iPad、 こちらを使って皆さんに実際に 3D データを作成していただこうと思います。今年大ヒットしたあの映画のキャラクターたちが歌う曲が街中に、溢れています。あのキャラクターたちはどのようにして作られているのでしょうか。 3DCG 三次元コンピューターグラフィックと呼ばれる技術が使われています。その 3DCG はいつからどのように使われるようになったのでしょうか。本授業では 3DCG の歴史をご紹介するとともに、 iPad を利用してごく簡単なキャラクターを実際に作ってもらおうと思います。それでは8月24日のオープンキャンパスにて皆様をお待ちしております。